はい、それでは再開します、えー、さて26ページの四角の2番ですね、えー、65歳以上70未満の、えー、特例による任意加入費用権者、えー、ですであの任意加入っていうのはまあ減はこれ65歳までってことになっています、まあ、65歳から通常は老齢基礎年金もらえるので、まあ、そこまでっていうことですねただ65歳になっても老齢基礎年金もらえないよっていう方は、えー、例外的に65歳になった後も70歳まで まあ、ラスト5年間チャンスがありますよっていうのが、えー、この特例による、えー、任意加入被保険者、えー、というですね、えー、仕組みに、えー、なります、まあ、それが鍵の一番被保険者の資格っていうことで、えー、書いておりますけども一定の場合厚生労働大臣に申し出て、えー、被保険者になることができるということで書いておりますでまあ絶対的な要件が枠の中丸の3番に書いてある、まあ、65歳時点で、えー、老後の年金権がないことっていうですね、まあ、これが え条件とということになりますでその上で枠の中ですね丸の2番「えー、あと」と、えー「い」で分かれておりまして「まが」が、えー、日本国内に住んでいる65歳から70歳「い」が、ま、日本国籍を有していて国内に住所を有していない65歳から70未満のものということになります。で、まあ、このうち「あ」のものは国内居住のものですのでおなじみの国籍を有しない 医療観光ビザで在留中のものは除外するという格好がきがついているってことで見てておいいくださいでもう一個の要件が生年月日の要件ということになりますそれが枠の中の丸の一番ですね昭和40年4月1日以前に生まれたものということになっておりますでこの昭和40年にまあどんな意味があるのかっていうとですねまあこれ 今となっては抑えるのに全然役に立たない話なんですけどもまあ意味合いとしてはですね、えー、こういう意味になります。あのまあ、鍵の一番被保険者の資格の見出しの上にあの平成16年法不足23条っていうことで書いてますよね。このの平成16年の改正でで設けけられた経過措置なんですけども、えー でまあ、それが施行されたのが平成17年の4月なんですがこの平成17年っていうのがこれが昭和の63足すと昭和80年なんですね。昭和80年でこの昭和80年時点で40歳以上のものが対象っていうことなんですよ。平成17年4月段階で40歳以上のもの。 えっていうのがこの昭和40年4月1日以前にまあ生まれたものの意味合いっていうことにえなるわけなんですね。であのこの平成17年の当時っていうのはあのこの老齢基礎年金もらうためのまあ必要な加入期間受給資格期間っていうのがえ25年だったんですよ。で25年だったんですね。でまあ、当時、えー、その 例えば40歳,で40歳で40歳以上で今まで保険料を払ったことは一回もなかったという方がそこから気分を変えてこの40歳から65歳までずっと保険料を払い続けようと思ったとしても40から65までですから例えば41歳とかですと24年しかないので25年に達しない。 つまり老後の年金券がない発生できないっていうことになっちゃうわけですね。でまあそういう方々を救済しようっていうことでおまけとして65歳から70歳までもう5年間加入できるようになるのでその間に25年以上にして老後の年金券を取得してくださいっていうことになったわけなんですがそれでこの平成17年時点で40歳以上のもの。 まあ、つまりは昭和40年4月1日以前の生まれのものなんですが現在受給資格間10年になってるのでこの話何の意味もないですよ。あのでさらにさっきの押さえ方するためには平成17年4月時点で行われた改正っていう情報を頭に入れなきゃいけないですが頭に入れなきゃいけないですよね。 の枠に昭和40年4月って入れた方が早いっすよね。ということでまあこれが狭い意味での理解っていうことになるわけですがあの今となっては意味がない、えー、わけなんですね。であの私も講師2年目ぐらいであればきっと鼻の穴を膨らませて「これ皆さん意味わかりますか?」これが年金の理解です」みたいな感じで言うんでしょうけど。 いいっすよそんなの。だって抑えるのに役立たないんですよ。平成17年っていうところの情報の枠に昭和40年って入れちゃえばいいじゃないですか。えー、っていうでしかも意味は今25年が10年になってこの抑え方全然役に立たないわけなんですよね。なのでまあ普通に40年4月1日で抑えればいいですしあとまあ何な,なら、まあ、COG 抑えですね。あの昔塩川財務大臣っていう方がいらっしゃって COG って言われてたんですね。 その CO でご高齢の財務大臣ということでまあ有名だったんですがあのまあそれで COG こと塩川財務大臣もえ特例による任意加入をした COG で, CO で4041みたいな覚え方でもいいですしであとあのそもそも生年月日ってそんな聞かれないんですよあの試験では飾りとして出るんですねだからこの特例による任意加入表険者の論点を聞きたいがためにえこの昭和40年4月1日に生まれたものを っていうです、ね、飾りとして出るだけでそこを引っ掛けるってことっていう1年に1回とか2回なんですよ成年がっぴり引っ掛けるっていうのが。えー、っていうことなのでまあぶっちゃけ抑えてなくてもそんな試験に影響がない、えー、わけなんですね。あのまあ、もちろん抑え、まあ、他の受験生の方と抑えてるので抑えた方が、えー、い,い,いいはいいんですけども試験に対する重要性はまあ低いんですよはっきり言って。大事なのはどっちかっていうとその老後の年金をもらうと受給権が発生するためで。 あの障害とか遺族は OK だよとかあの老後の年金権がないっていうのは条件で障害とか遺族の年金もらっていてもそれは加入できる特例による任意加入できるよという方法の方が大事で昭和40年4月1日っていう方は相対的にはそんな大事じゃない大事じゃないんですが勉強してるとすごく大事なことに思いますね何よりも生年月日が大事だと何よりもこの昭和41年 月いもうこれだけは絶対覚えなきゃいけないそれ以外のことは忘れても,も昭和40年4月15日覚えなきゃいけないってなりやすいのが年金の罠なんですね実はあんま大事じゃないだから、まあ、あんま大事じゃないっていうレベルで、まあ、最低限の抑え方するわけですけども年金といえば生年月日っていうのが頭にこ,うこ,こびりつきやすいところがあるのでそこはぜひです、ね、これ気をつけていただきたいです、ね、年金においては生年月日の問題っていうのは優先度は低いです低いので で、で低いですし、あのーで、これも後から分かってくる話なんですよ。あこれでこういう生年月日なんだっていうのは分かってくる話なのでまあ後から最後最終的に分かればいいかなと。で分からなくても最後マラんきすりゃいいじゃんっていうぐらいな気持ちで付き合っていただきたい。その生年月日の意味合いの理解をしなければ次に進んじゃいけないルールなんてないですから。そ、えー、そこはですね、ぜひえー、そういう、い この生年月日の呪縛からですね切り離されていただきたいなっていうそれが年金を攻略するコツっていうですねえー、ことで考えていただければいいかなというところでございますまああんまり言い過ぎると逆に出るっていうフラグが立つのでまああれなんですけど逆にこう言い過ぎるとそれで逆に 40, 40年4月1日も頭に残るかなって感じもするわけなんですがまあ、まあ ススススタタンンとしてはそういういですね生年月日はそんな思ってるほど重要ではないぞっていうです、ねえー、ことはぜひ意識していただければいいかなというところでございます。これが生年月日の見合いというところで見ておいてください。で他はですねあの、まあ、回数の1番ですね、えー、は回数の下のまあ1番はまあ国内え居住に関して言うと、まあ、他の第1号とかと同様に。 国籍有資な医療、観光ビザで在留していると除外するとかですね、で2番の申し出、えー、見なしに関して言うと、えー、この60から65のま任意加入したものが、この65歳時点で老後の年金権を取得できなかったという場合ですね、でその場合は、えー、申し出したとみなして、えー、職権で引き続き特例による任意加入になるよという話になります。まあ、この <coughs> 老後の年金権がないものがこの任意加入しているのは、まあ、基本的には老後の年金権を得るために加入しているので、まあ、65歳時点でも19件取得しなかったと10年足しなかったよという場合は、まあ、そのまま加入するつもりがあるよねということで自動的に特例による任意加入になるということになります。で鍵の2番、口座振り替え納付に関して言うと、まあ、これは国内居住。 ののものは口座振替のが義務だということですねで影野さんは申し出によって資格を失うことができるということになります。で最後まとめの一番の部分ですけれども65歳前の任意加入と65歳後の任意加入の決定的な違いっていうことで言うとですねあの老後の,、まあその加入する目的なんですね。 あの60から65の任意加入の目的っていうのは、まあ、老後の年金券の取得っていうのに加えて年金額を増やす将来の老齢基礎年金の年金額を増やすっていう目的で、まあ、これ、加入するっていうことになるわけですね。で私なんかもお恥ずかしい話ですねあの20歳から22までの2年間に関して保険料滞納してすみません滞納してですねなんであので60まで入っても38年しかないですから。あの 満額もらいたいので、まあ、どうにか、えー、65歳までの間に、まあ、2年間任意加入して、まあ、満額もらいたいなと思ってるんですけどあのまあそういうことなんですよあの満額に近づけるために60から65の、まあ、任意加入をするっていうです、ねえー、ことになるわけですなので別に老後の年金金があっても任意加入はできるわけですね私もこう60時点でもう老後の年金券金当然持ってるわけですけどもその後と、えー、任意加入できるわけなんですよただ一方で 65歳後の任意加入っていうのは65歳時点で老後の年金権がない方が対象なんでこの老後の年金権を取得することだけが目的なんですね。なんで老後の年金権を取得しちゃったら、まあ、その後はもう加入できないということになるよっていうのがですね、まあ、違いとしてあるっていうことで見ておいてください。まあ、以上がですね今回の本編講義の内容ということになります。